長崎は今日も雨だった。ということで、はい、長崎シリーズその2、その2。えー、13番目いきましょう。高徳天皇から武天皇までの都の変遷。うん、これすごい大事。もう、コロ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 都変わっていく。はい。えー、まず高徳天皇ですね。えー、この時、はい、大阪です。何は 天皇も行くまましょううか。うどどうん、まあ。ちなみにこの前が皇玉天皇ねそう大化の改新ですよね飛鳥でねえそこの,のねイルカがねえーねえー、切り刻まれたわけですよ簡単に言うと、うん、アスカはもう血で汚れてもたえー、引っ越した大阪にはいえっ、ー、つうこと何はで次がね、えー、天智天皇ですよ中野へのが即位した天智天皇はい都は ねえー、これ何があったか白村港があったんですね負けてもうたああやばい攻めてくるかもしれん大阪とかもう海のすぐそこやからやばいそこで内陸に引っ越す近江大,大津滋賀県ですね展示店の、はい、で次は、ね、ここで展示店の光景を、ね、めぐってそう人心のなんですよ 弟と息子がバトった、勝ったのは弟大、大海その大海人が、ねえー、天武天皇として即位。天武天皇、ねえー。どこで即位したかというと、飛鳥。清美の原、飛鳥ね。 まあね石の変がありましたけどね、そこのイルカがね,、えー、ね、切り刻まれる。まあ浄化されたんでしょうね、きっとね。知らんけど、もうそろそろいい感じで、あすかに戻った、はい。次、奥さん、じとでの。実はもう、この時から着手してたんだけど、じとでの、ね。これで、藤原京。 今までやっぱりね天皇一代ごとに変わっていきおった都あこれやっぱね無駄ですよ簡単に言うとねローマ帝国もね、えー、中国工場もね都はその変わりませんよ基本的にその代はねその王朝はそうそうそういうもんじゃ宮都ってねあいちいち一から作ると大ごとですよでも日本やったんですねそれをなぜか簡単に言う汚れです汚れ 汚れてまうと、ね、あの国生みのねえー、いざなぎいざなみ、いざなみちゃんだって亡くなっ死んで黄泉の国行ったら、ゾンビでしょ。死んだらけがれる。まして天皇ちいうのはものすごいけがれになっちまうとあ。だから一代ごとに引っ越してたんですよ。でもやっぱ無駄が多い。コスパ悪い。そこで持統天皇はね,あね、これけがれ消毒すればいいと。ね、じゃどうして消毒すればいいか。ね、こういう時やっぱね、てる仏教なんです仏教はドラえもんですからね。 仏教お釈迦さん、ダビに伏されたでしょうつまり、仮装ですよ。今まで天皇はまあ、簡単に言うと、崩御されたら放置プレイですよ。置いとく。ね。やり、まあね、朽ちていくわけよ、肉体はね。ああ焼いてしまえばいいと、はあね。これ、つまり消毒なんですよ。でこれによって、この汚れの問題を解決。都が固定されるんだこれ、すごいことですよ。うん、で、まあ、藤原家はね、ちょっとね、あの球場が真ん中でグローバルスタンダードじゃなかった。<laughs> やっぱり、えー、グローバルスタンダードにすべきだということで次平状況。なんと立派な平状況。天皇は元明天皇。入るかなパンパンやな。これちょっとね、あのー、見取り図がいる平状況は。めっちゃ簡単。めっちゃ簡単。5級。 球場ね、うん。で、まあまあもう。まあ、まあね、横線、縦達線に入たら、これ、情報制ですよ。うん、押さえておきたいのはこの、右京と左京。右京と左京。こっちは右やけど、ね、お箸持つ右やけど、天皇がこっち向いてるからね、こっちを。天皇基準。ね、教室で言ったら、先生基準です、生徒じゃなくて。ああ先生から言ったら、こっちは左でしょ。こっち向いてるからね。うん、こっちが左京。 こっちが右京逆になると、ね、だから東側が左京ですよ日が昇る東沈む西側が右京になるとここ要注意要注意で平常時に出っ張っとるんですよ出っ張っとるこれ下京という少しいびつな、ねえー、形をしているでちょこのメインストリートがスザク王子とはいここまで押さえて 平状況でです都を固定できるようになった、うん、しかし、えー、聖武天皇、やべ、下手れのビビりああ、ねえー、天然痘パンデミック、戦乱、天変地、ああねえー、子供もでけへんああ、ろくなことがない、そこでどうしたか、ちょっと気分転換に引っ越した、引っ越した、国。 せっかく持統天皇のがね固定しようとしたのに引っ越す。国次何は信楽と。京都に行ったり大阪行ったり滋賀に行ったりでもやっぱり平城京って戻ってきて戻ってきたんかいみたいな <laughs>。 結局戻ってきた。はい、いうことです。で、次が平安京でしょ。平安京でしょ。でもちょっと平安京行く前にワンクッションありまして、ワンクッションありまして、これが長岡京。ギリギリ。ねじ込む。長岡京。ねえー、で、これが失敗して、泣くようぐいす平安京。京都になると。っていうことの流れはね。 え長岡京からも幹部天皇ですよ。雷奈なりようがなんだ、ん、ね、と。長岡京、まあ、藤原種継ぐ、ね、これが暗殺されて。あね、<laughs> で、まあこれね、弟をはめちゃったんですよ、幹部天皇、この息子かわいさに。次の天皇、弟やったんですけどね、親父の遺言で、公認天皇の。でも息子かわいいちことで、ね、このね、佐原神皇、うん、有罪っつって、ねうん、島流しっ,って。 ね、サワラぶち切れた俺じゃねえよっつってぶち切れて狂い死にして速攻で音量とかしてもうたらやばいパターンですよ平安京はね簡単に言うと音量シェルターですかこれ話したナーグる音量シェルター、ね、最強の結界を張ったこう詩人による、はい、ということでここね場所だけ確認しとこう簡単に言うとこの中に YY 書く Y、ね、これ川ですこっち側が鴨川こっち側が桂川 平安京はね、ちょうどこの中州ですから、博多の中州みたいな感じここ平安京。平安京。長岡京はここなんですよ、こっち側。ざっくりした場所だけに平安京は真ん中、長岡京はここの、ちょうど合流したところのちょっと左側。と <laughs> いうことで、都の変遷、この高徳天皇の何速から、こう来まして、ずっと来まして、ずっと来まして、最終的に平安京と。 いいですかということでいいではこれで終わります